十分なマージンを持って逃げるエドワーズ。2位争いはどちらもチャンピオンの実績を持つ2人、コルサーとフォガティ。そしてマシンは同じワークス・ドゥカティ。最終コーナー前に出ていたコルサーがブレーキミスでコースアウト。フォガティに2位の座が転がり込んだ。エドワーズ会心のパーフェクトウィン。チャンピオンチームホンダは3ラウンド目にしてその王者の強さをアピールすることができた。ラウンドはスペインアルバセテサーキット。ここまでヤマハがハガのスーパーパフォーマンスで3勝、ホンダが2勝、ドゥカティが1勝とワールドスーパーバイクシーンは予想外の展開となっている。スーパーポールは途中から雨が降り出し、イコールコンディションでの勝負とはならなかった。その中ドライコンディションで走ったハガが幸運なポールポジションを獲得した。決勝日の天候も雨、路面はウェット。第1レース、ポールショットはポールのハガが決める。ホジソン、そしてエドワーズが続く。ホジソン、エドワーズが立て続けにハガをパス。ハガの YZF はズルズルと順位を下げてしまう。予測のつかないレインレース。今度はプライベートドゥカティを狩る地元スペインのラビッダがトップに立つ。ラビッダはタイムを上げ単独トップ。後方では5台のワークスマシンが団子状態で2位を争っている。争いから一歩抜きに出るのはファステストタイムを連発するレインマイスターのキリ。集団を抜け出しトップのラビッダを追う。13周目、ついにキリはラビッダの背後に迫る。雨の中では一枚上手のキリ、難なくラビッダからトップを奪う。
キリ、ラビッラ、コルサー、水を開けられた形で4位争いはスライト、エドワーズ、ホジソン、そしてラッセルの4台。レースはファイナルラップへと突入。ここまで2位を守ってきたラビッタにコルサーが接近する。トップを独走するキリ、余裕の走りでゴールに向かう。ゆっくりとキリがトップでチェッカー。レインマイスターの強さを遺憾なく見せつけた勝ちっぷりとなった。2位はコルサー、またポールの羽賀は10位に終わった。雨は上がり、第2レースを迎え、路面コンディションはドライとなった。好スタートを見せたのはポールの羽賀、しかしそれ以上にロケットスタートを見せたのはフォガティ。羽賀をかわしトップで1コーナーをクリア。その1コーナーで数台が接触するアクシデントが発生。川崎のホジソン、そして後方にいたエドワーズも転倒を喫してしまった。鈴木のウィザンも好走負、大きく出遅れてしまう。レースを引っ張るのはフォガティ、それを追うのは羽賀。そのトップ2台に川崎のボンテンピ、柳川が続く展開となった。中盤に入りフォガティはスパート。後方では遅れ始めた2台の川崎に代わってコルサー、スライトが浮上してきた。フォガティに食らいつきたい羽賀だが差は広がってしまう。逆にスライト、コルサーのプレッシャーを受けることになった。スライトはついに羽賀をパス、2位に上がる。タイムの上がらない羽賀はコルサーにも抜かれて4位へ後退。第1戦以降勝ち星のないフォガティ、ここアルバセテではフォガティらしいぶっちぎりの勝利が欲しいところ。上がりフォガティを追撃したいスライト、しかしすでにその差は6秒まで広がっている。
ファイナルラップ、ついに最後までフォガティの走りは変わらなかった。トレードマークともいえるウィリーゴール、これでフォガティはようやくシーズン2勝目を挙げた。4ラウンド8戦を終えた今シーズン、羽賀が巻き起こした激震でタイトルは混戦模様。予想だにしない序盤戦の戦い、ワールドスーパーバイクは今最高の盛り上がりを見せている。